お疲れ様でございます。速稼塾の久保です。じゃあ今回もですね、エアドロップ投資に必要な専門用語、こちらの方を解説していきます。今日は第5話になります。トランザクションね、トランザクションについて解説していきますね。仮想通貨の世界におけるトランザクションは、あるウォレットから別のウォレットへ仮想通貨を送金する行為を指します。以上です。簡単でしょ。トランザクション、A さんから B さんへ仮想通貨を送る、トランザクションってやつですよね。さあ、もうちょっと具体的にいきましょうか。トランザクションはブロックチェーン上に記録される一種の取引記録なんですね。この記録には送金元、つまり仮想通貨を送るウォレットのアドレス、そして送金先、仮想通貨を受け取るウォレットのアドレス、送金額、送金する仮想通貨の数量、そして手数料、トランザクションを処理してもらうための手数料、これがマイナーさんに入りますね。はい、そしてタイムスタンプ、トランザクションを行われた日時、まあ、こういった情報が含まれるわけなんですよね。ですんで、トランザクションが成功するとこの情報が全て書き込まれて、トランザクション先からさらにその先のトランザクション先へ引き継がれていくってことになります。このトランザクションなんですけども、重要なところっていうのは透明性なんですよね。まあ、ご存知のようにブロックチェーンは公開されているために、誰でもトランザクション履歴を確認することができます。つまり今仮想通貨がどこにあるのか、誰が持っているのか、どこに送金しようとしているのか、これが全てわかるということなんですよね。これにより不正な取引を防ぎ、取引の透明性を確保しているということですね。で、2つ目、改ざん防止です。一度記録されたトランザクションはブロックチェーンの仕組み上、後から改ざん変更することがほぼ不可能です。だから改ざんができませんので、一度成立したトランザクションは次のトランザクションに引き継がれていく、透明性が非常に担保された上、改ざんができないということになっているわけですよね。で、分散化というのが3つ目にきます。トランザクションの記録っていうのはネットワーク上の多数のノードに、ノードって覚えてます？ノードに分散して保存されているために、中央管理省がいない分散型のシステムを実現してるんですよね。はい。で、トランザクションにも種類があります。1つ目、オンチェーントランザクション、ブロックチェーン上に直接記録されるトランザクションのことです。2つ目、オフチェーントランザクション、ブロックチェーンの外で処理されて後でブロックチェーンに記録されるトランザクションということになります。で、トランザクションの手数料ですよね。トランザクションを行う際には通常手数料を支払う必要があります。この手数料はマイナーという新しいブロックを生成する人、こちらの方へ報酬となり、ネットワークのセキュリティを維持するために利用されています。マイナーっていう専門用語やりましたよね。マイナー、トランザクション、はい、そしてノード、もう大丈夫ですね。では今回のトランザクションまとめていきましょう。仮想通貨のトランザクションは現金で物を買うような行為と似ていますが、その記録がブロックチェーンという分散型の台帳に永続的に残る点が大きな特徴です。この仕組みが仮想通貨の安全性と透明性を支えるということなんですよね。その他ですね、スマートコントラクトとデフィについて、分散型金融についてね、デファイとも言いますけどもね、こちらの方について第6話、第7話で紹介していきます。それでは今回は以上です。